中国人民革命軍事博物館は、中華人民共和国北京市会予独に位置する国立博物館である。中華人民共和国建国10周年を記念して建築された重大建築の一つである。1958年10月に寄港され、翌1959年7月には竣工するという驚異的なスピードで建設された。設計を担当したのは、 北京市建築設計院である。市内にある北京電報大牢と長話大牢と同様完全なシンメトリーのプランの中央部に戦闘をいただく典型的なスターリン様式であるが、前日社は戦闘にあるシンボルが五角星型であるのに対し、東海は中国人民解放軍の81軍機となっている。メインの展示ホール。中央に地対地ミサイル。 豆腐 1>, 1号がある。エントランスホールには白い毛沢東の像があり、その奥にはボールと屋根を持つ大展示室があり、中国人民解放軍の主要な装備が年代を追って展示されている。その両側の2つある中庭には接収した戦闘機や戦車が展示されている。建物両翼部は五階建てで、それぞれ一階から四階にわたって特別展示室があり、 各回ごとにテーマが異なる。敷地面積は約8万平方メートル、延べ床面積約6万平方メートル、内展示面積約4万平方メートル。膨大な展示物には中国人民解放軍の歴代の兵器を主に終戦時に接収した日本軍や中国国民党軍の兵器、朝鮮戦争で旅客した国連軍の兵器、 首都区や毛沢東の使用した車、撃墜したアメリカの言うマイナスに偵察機、古代中国の戦争関連や抗日戦争に関する展示室もある。東急区分は中国国家一級博物館に分類される。ありがとうございます。